今回はテンション&リラックスですね。まあ、よくシステマのトレーニングがある練習ですけども、もう寝て吸いながら全身緊張を吐きながらリラックスっていうのがありますね。でこれはまあ結構このレッスンの中のリラクセーションみたいな感じで受け止めたりとかやってる人も多いと思うんですけども、この中にも結構たくさんのインフォメーションがありますので、そこのところちょっと紹介したいと思います。でまずよくありがちなミスが、全身緊張させるときにこういうふうになんか動いちゃうってことあるじゃないですか。それはあんまりね必要ないですね。で全身が均一に緊張をグワッとすれば、そんなに骨格は動かないはずなんですね。こういうふうに動くっていうことは、例えば肘が曲がってるんだったらこっちの曲げる筋肉が強くて、伸ばす反対側の拮抗筋の方はあんま働いてないってことじゃないですか。だから全身が均一にグワッと緊張すればそんなに動かない。で、あとただ緊張とリラックスをしようって思っちゃって、この呼吸と動作がずれてしまうっていうことがあったりします。例えば吸うときに、吸いながら緊張ってなった時にみたいな感じで呼吸が先に終わっちゃうとか、それとか吐きながらリラックスっていう時にっていう風に先にリラックスが終わっちゃって息がずっと続いてるみたいな。でこのエクササイズやる時のまあトレーニングとしてとてもいいのが、この緊張していくときに徐々に徐々に力が全身にこう満ちていくじゃなくて、こうこもっていく感じですね。緊張するときにギューッて体に力がぐーッて力が入って力が入ってこう力がこもっていく感じで、吐きながらリラックスするとふーっていうふうにこのこもった緊張がわーっと溶け出していくみたいな、そういうフィーリングが得られると思うんですね。でその緊張がぐわーってこう集まってギューってこう溶けていく、それを緊張とリラックスの時に感じていきたいと。であともう一つは、筋肉ってのはこう緊張するとそこにある血管がこうギューって絞り込まれて血液が止まるわけですね。でそれがリラックスをするとふわーって開いて流れ出すと。でそういうあの内側で起こっている血流の変化みたいなのも味わっていきたいですね。でそれをまああの実感しやすい実験として向井を教えてくれたのが、こうやってちょっと片っぽだけ仰向けに握るわけですよ。でちょっと手を取ってもらっていいですか。こうでしょ。で今僕の右手の方が握ってる方が色白くなってますね。でこれってのはあの筋肉の緊張でもって血管の血が押し出されてしまった状態、血の流れが良くなくで悪くなっちゃってる状態ですね。で緊張するとこういうことが起こりますと。でこれリラックスをする、そうすると今度は右手握ってた方の手の方が赤くなりますね。これはあの緊張した反動でもって深いリラックスが起こって、でそれであの血流が促進された状態っていうのが分かると思います。でこの緊張とリラックスのエクササイズは今みたいな感じのことを全身でやってるわけなんですね。だから全身の血流がグワーッと止まって、それがワーッと流れていく感じ、その筋肉がグワーッとこわばってふわーっとほどけていく感じ、そういった変化をこの感じながらやっていくことで、それが動きであったりとか体を整えたりとかそういうことにもつながってきますんで、まあすごい簡単なように思えるエクササイズなんですけど、結構な学びがありますんで、まあ注意してやってみてください。